高橋大輔選手以来の3連覇となりました。全日本チャンピオンの羽生結弦選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。まずは率直に優勝どんな気持ちですか？ま、優勝自体は嬉しいんですけれども、まあやっぱりサルコージャンプをミスしてしまったのと、あとはあのかなり抑え気味で不利を通してたので、ちょっと悔しいというかまあ、不完全燃焼というかそういう気持ちです。 今シーズンはルッツに関しても一つこう課題に上げてましたけれども、その点はいかがでしょうか。まあ今回の試合でこのショートフリーの間だけであのしっかりと修正していけたのは今後のまあまあ年明けの試合に向けてあのすごくいい調整になったなというふうに思いますし、あとはちょっとホッとした気持ちでいます。今大会2位が宇野選手ジュニアの選手となりました。これに関してはいかがでしょうか。いやもうあのー。 ノービスの時から一緒に試合をやっていたりやとか、そういう、まあ割と近い年齢ですし、割となんか、僕にとっては同期のような感覚ではいるんですけれども、あのー、すごく嬉しいなと思うのと同時に、もっと、もっとみんなで頑張んなきゃいけないなと、ちょっとシニアの選手らしく頑張っていかなきゃいけないなという気持ちにもなりました。シニアの意地最後のルッツはシニアの意地を見せました。はい まあ今回3連覇ということで、まあ、一つ一つの試合に向けていつも集中しているということですが今回の試合はどういったことをこ重点において集中されましたかとにかく一つ一つ丁寧にということを意識してやりました、あのー、もちろん成長できるところもあったと思いますし今回、丁寧にやったからこその見えた課題だとかそういうものもあったんですけれどもそういうものも含めて、あのー、本当に今回の試合良かったなというふうに思っています。さあ世界選手権に向けて 羽生選手、今シーズンの理想系はどんな演技になるでしょうかいや、もちろんノーミスしたいという気持ちはあります、ただ、ノーミスすることがすべてではないですし、ノーミスするために何をしていくべきか、または、いい演技をするために何をしていったらいいのか、そういうことをしっかりと毎日毎日、家庭を大事にしながら、これからやっていきたいと思っています。ありがとうございました。